グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。225枚目の作品はデューラーの版画サイです。作品を選んでいただいた番組監修の藤久志先生からお話を伺いましょう。藤久志です。アルブレヒト・デューラーは15世紀から16世紀に活躍した北方ルネサンスドイツ最大の巨匠です。デューラーは彫金師の父親の下で育ちましたので、木版画にも銅版画にもよく続いていましたね。この際は1515年に作られた版画ですから、当然何枚も世界に行き渡り、よく知られた図版です。江戸時代に日本にも入ってきていましたね。この際は1515年初頭、ポルトガルのリスボンに到着したものを誰かが簡単なスケッチにしたようで、それをもとにデューラーが版画に起こしたものです。ちなみにこの際はすぐに死んでしまったそうですね。実はデューラーのこの際は生物学的にも解剖学的にも正確ではないのですね。まあデューラーは実際に際を見ていないんですからね。確かに。でも私はこの作品は大好きです。うっとりするほどの細密さがデューラーの真骨頂ですね。細かい柄が描き込まれた鎧のような皮膚、この首のところにある角が特徴的ですよね。元になったスケッチも見たいですね。ヨーロッパ中に知られた版画のこの際は本物そのものだと信じられていましたね。ヨーロッパに2匹目の際が持ち込まれた18世紀末まで300年間もです。この間デューラーの際は何度も模倣され書き換えられ続けたんですね。デューラーの際は動物を描写した作品でこれほど芸術分野に影響を与えたものは存在しないと言われていますね。天才デューラーが掘り出した際は現実とは異なり、角がおかしいとはいえサイという動物の迫力と魅力を十分に伝えているんです。北方ルネサンスの天才画家が描くと事実とは違っても間違っていたとしても本物を評価してしまうんですね。はい、ありがとうございました。では最後にクラシックソムリエの田中康さん、音楽のお話をお願いします。今日の音楽はブルックナーの交響曲第8番の第一楽章です。後期ロマン派を代表するこの作品の演奏時間は80分余り。重厚長大な作風が持ち味のブルックナーを象徴する名曲です。未知の巨大生物サイの姿を目の当たりにした人々の驚きが音楽によって増幅されるようです。